どうもポスタムチャンネルのしんすけです。パリオリンピック男子日本代表バスケがどんなバスケットをするのか徹底分析。キーポイントは八村塁選手です。八村選手をどのようにチーム融合させるかが鍵になってくると思います。八村選手は26歳、身長2m3cm、 体重104kg、 ポジションフォワード。男子プロバスケットボール最高峰リーグ NBA のロサンゼルスレイカーズに所属している選手です。今回のアメリカ代表にいる生きるレジェンド、レブロン・ジェームズとアンソニー・デイビスのチームメイトです。同じチームです。八村選手の特徴的なプレースタイルは今26歳、全盛期のその身体能力とスキルバランスにあります。彼は 2m3cm の長身を生かしてリバウンドやブロックで活躍する一方、中距離からのシュートやドリブルでの攻撃力も高いです。近年はスリーポイントも結構打つようになっています。特にポストプレーとピックアンドロールからの得点能力には定評があります。またディフェンスでもその体格と俊敏性を生かし多くの場面で貢献しています。つまりバリバリの現役の NBA プレイヤーです。さあ、この八村選手をどのようにホーバス監督がチームに融合させていくのか、トム・ホーバスがオリンピック本番で見せてくる戦略というのを予想していきたいと思います。ドイツとセルビアと親善試合をしましたが、どうも噛み合っていません。それはポスタムチャンネルのショートでも説明しましたので、ぜひショートの方も見てください。ぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ここからは実際にセルビア戦の八村選手のプレーを見ながら解説していきたいと思います。はい、ここで八村選手がボールを持ちました。単純な1対1ですね。ここからはもう26歳で元気バリバリなんでパワーがすごいです。ディフェンスしっかり前取ったんですけど、これで弾かれてしまいます。そしてシュートの前ができたのでそのままシュートですね。ここで注目してほしいのは八村選手がボールを持った後の周りの動きなんですよね。ここで多分ここですね、ここで全員が見てる状態になってるんで、まあ、この場合はキャッチャードライブしてるんでなかなか難しいとは思いますけど、吉井選手がスクリーンかけて渡辺選手がコーナーに行く動きとか、この2人がここにトップにスクリーンをかけていってカットするような動きが入るんじゃないかなと予想しております。次、まあ、とりあえず1対1の能力がもうとんでもないのでね、どうやって八村選手を生かすかっていう話になってくると思います。そしてここも攻撃するポジションがまあ、ウィングからなので、ここも多分ハイポストとかローポスト、ローポストはしないかもしれないですけど、ハイポストとかトップの位置でね、多分攻撃を組み立てるようなセットを作るんじゃないかなって私は思っております。そして本橋菜子選手女子で使ったような感じのセットなんかも作るんじゃないかなと。八村選手をど真ん中に置いて4人をコーナー、ウィングとコーナーにしっかり広げてど真ん中に一体させる、位置を単純にさせるようなセットも組み込むんじゃないかなと私は予想しております。次ですね、ちょっと困ってますね、これは。で、これも、ボールを持って、これもすごい上の位置に全員がいるんですね。で、ここから八村選手がドライブしていくっていう形ですね。これなんかが多分本番に近いんじゃないかなっていう形にはなってると思います。ただまだここで本気で全然ここが動いてないのにね、ここで多分本気の動きをもうちょっと加えていくんじゃないかなって思うんですよね。これも1対1。もうすごい身体能力なんでね。もうドライブしていってバンプしたらもう敵がいなくなるんで、ほら。もうこれだけで身長も2メーター3センチあるんで、もうこれでも前が、シュート打てる前を作ってしまうんでね、八村選手は。とんでもない身体能力です。えぐいですよね。そして次。これは八村選手ですね。そう、ここでボール入れた後ですよね。で、今、ジェイコブ・アキラがここにいますけど、で、これで、結局、
出ていって、アイソに近く、そう、こういう動きです。今やったような動き。で、これをしっかりスクリーンかけてやるんじゃないかなと思ってます。ここ結局やめちゃうんですよね、これ。あ、しまったって感じで。多分こういう動きを本番ではもっと入れてくると思います。で、イエジア選手も広がってますね。この、すごいですよね、この、吸引力が。八村選手がボール持っただけでゾーンディフェンスみたいになってますからね、これ。これだけ全員が八村選手に対面して八村選手を止めようとしています。それだけ彼の支配力っていうのはすさまじいものでしたよね。親善試合で見せた。で、結局もうジャンプショットで終わっちゃいます。すごいですよ。素晴らしい身体能力です。もうこれだけです。ここからはもう、ジャブステップ踏んで、それで間合い作って、もうこれで打ってしまいますから、もう触られてなければ入れてしまうようなレベルなので、これでもう、入れてしまいますよね。すごい。とんでもない選手です。そして次。今、八村選手がボール持ちました。こう、こう、こう、こういう動きね。ここで今真面目に全然やってないじゃないですか。これが多分本番では多分ちゃんとスクリーンをかけたりとかして、まあここでダブルスクリーンでもいいんですけど、やるんじゃないかなと思ってます。あえて八村選手がボール持った時にもうアイソレーションばっかりやってるんで、多分ここら辺が隠してる部分じゃないかなと思うんですよね。全員が見てるんでね、もう全然真面目に動いてないですから。ただ、馬場選手がちょっと我慢しきれなくて動いてますけどね。ここね、こう動きが加わっていって、多分ドライブしながらキックアウトするのを狙っていくんでしょうっていう形に持っていくと思います。これなんか非常にね、ここで空いたからね、これで。だから、これなんか非常にいい動きですよね。ただまあ、一対一力がエグいんで、もう全部自分で決めちゃいますよね。まあ、あえてこの時はやってる感じもしますけど、とりあえずすごいですよ、動きが。これは綺麗に決まりましたよね。これなんかすごいいいですよね。ハイピックして、早めにアーリーピックしてるんですね。アーリーでスクリーンをかけて。ここの時点でもう八村選手空いてるんですけど、もう欲しがってますよね。これだけ前空いてたらもうこれ八村選手3打てるんですよね。だから、ただ、もっといい状況にしてからボール渡しましたよね。賢いです、これは。ここでスクリーンしっかりかけていってるので、ここからドライブしていけば、このヨキッチが出てくるんでね、多分ヨキッチでしょ、これ。出てくるんで、これで行って、ここを引き出してからパスしてますよね。非常に上手です。だからドノーマークになりましたよね。もうこれも敵を諦めるしかないです、この動きはね。これは非常にうまくかかったと思います。これが多分本番に近いんじゃないかな。こういうのね、八村選手がボール持った時に周りがこうやってカットしたり必死に動く。で、空間を作って出塁する。これがめっちゃ本番で多分使われるようなフォーメーションじゃないのかなと私は思います。スクリーンかけに行って、ここでもスクリーンかけて、で、カットして、ね。で、ここも空いたし。でもあえてここには出してないですけどね。もう絶好調だったんで、この日の八村選手は。で、これで、ここが切れていくんで、ここにできる空間に向かって、八村選手がドライブします。ね。非常にうまいです。ここも空いてますし、ここも空いてますからね。もう完璧ですよね、これは。上手です。で、最後はプルアップ。これが多分本番に近い動きだと思いますよ。こういう風なフォーメーションをもっともっと組み込んでくると思います。あとはね、多分ハイポストで勝負してくると思うんですよね。ハイポストとかでああいう動きを組み込んでくる。か、まあウィングからの攻撃が多いですけど、トップからの位置からでもやってくると思うけど、トップオブザキーとかトップの位置からやってくると思うんですけどね。そこら辺からのフォーマスバスケを見せてくれると思いますけどね。これなんかもううまくかかりましたよね。ここでドライブパスしてからスクリーン。
発してからアーリーですよね。これ結構前でかけてますよ。スリーポイントラインがここなんでね、結構早めにスクリーンかけて八村選手を自由に動かせるようにしてます。でここでドライブして、これこの連動ですよね。だからここで来た瞬間にホーキンソンがカットして、富樫選手が上に上がっていってますよね。こういう動きが多分本番でもっともっと出てくると思います。こういう動きね。で最後合わせて終わるという。これ第4クォーターの最後にやってるんでしょう。だからちょっと見せちゃってるって感じかなと思います。私が思うホーバスジャパンっていうのは、基本的にスペーシングとカットとスクリーンかけて、しっかりとスペーシング作って、全体的な5人がしっかり連動してやるバスケットなので、最後の2つのプレーなんかに近いプレーをもっともっと八村選手中心に組み込んでいったプレーが多分隠してるプレーなんだと思います。あえて見せてないような感じのところが結構見られたので、ああいう時に動くのがホーバスジャパンのいいところなんですけど、動いてないのでね、あえて多分そこら辺が隠してるところだと思います。まあ、やってみてないとわからないですけども、実際開けてみたら八村選手はアイソレーションばっかりやってたら、それこそ炎上しますけどね。多分もう絶対負けちゃうんで、ああいうプレーが噛み合った時に外がスリーポイントがバンバン決まれば、日本が勝つチャンスが出てくると思います。そこを入れるかどうかだけですね。あれだけ試合力のある選手なので絶対寄ってくるので、キックアウトしたボールをしっかり、八村選手がキックアウトしたボールを入れるかどうかが勝負の鍵になってくると思います。はい、いかがだったでしょうか。考えただけでワクワクしますね。うまくいったら八村選手がアシスト5とか10とかつけるかもしれないですね。男子日本代表バスケは7月27日水曜日8時半から対ドイツ、7月30日火曜日24時15分から対フランス、8月2日金曜日6時から対ブラジルです。ぜひみんな一緒に応援しましょう。 YouTube ライブもしますので、ぜひ皆さん一緒に応援しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。まったね。ボールしっかり持って、バイバイ。この動画を見てなるほどと思った方は高評価よろしくお願いします。バスケが大好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。他にもいろいろバスケについて動画を投稿していますので、チャンネル登録や高評価、よかったら他の動画のチェックもよろしくお願いします。試合があるときはよくライブをしています。ライブで一緒に推しを応援しましょう。チャンネル登録してもらうとライブ開始時に通知が出ます。見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いします。その他、私たちポッサムチャンネルは Twitter、Instagram、ホームページもやっていますので、フォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みんな、またねー。